っていいところ。ん？あ、ちなみにですよ。あの落ちないようにつけたままでも大丈夫です。いつぐらいからあるんですか？気づいたのが昨日です。一週間前は多分なかったなとかいうのわかりませんか？一週間前はなかったと思いますね。ブラッシングとかしてたんで。はいはいはい。はい。嫌そうな顔しちゃったけど。本人は気にしてないですか？特に、はい、触っても特に何も反応もしないです。とりあえず放置で大丈夫ですかね。お薬に反応するかどうかっていうのを見ながら、サイズを定期的にちょっとチェックしていただくといいかもしれません。はい。そういうことです。例えば1ヶ月おきとかですね、ちょっとサイズだけ測らせてもらって、縮小傾向が見られたら終了ですね。はい。肉芽腫とかそういう炎症性の出来物の産物であれば時間とともに小さくなっていく可能性がありますし、例えばまだ活動性の炎症であれば産んできてどんどん腫れてくることもあるかもしれませんし、年齢から考えるとあまり腫瘍悪性腫瘍というのはないと思いますが、陽性も含めて腫瘍であれば時間をかけてですねちょっとずつ大きくなってくる可能性もあると思います。はい、今日は大きさが12ミリでございます、はい、お薬飲んだ時点で、小さくなっているかどうかというのを念のため見てみて、で後で今度来られた時にその話をお伺いしますので、小さくなってて完全に消えてしまってたらお電話いただけませんか。でお電話いただいて、消えてたらもう診察はする必要はないと思います。お薬を飲んでもそんなにサイズ変わらないなということであれば一月を目安に3月の末ぐらいに一回サイズを見てください。はい、じゃあ今日はこれで以上になります。大丈夫って言われたね、小春ちゃん。よかったね。大丈夫っていうわけではないけど、1ヶ月経ってから、ね、この、逆、腫瘍がね。なんで、なんで今怒ったの？ほら、こっちこっち見せて。はい、待て。これこれこれ。このぼっこりを。これが小さくなればいいって言われたけど。うん。なんでやろうね、これ。このぽっこり。痛くないしね、全然なんもないし。まあ、とりあえずは何もなくてよかったね。